どうも、日本モンゴルインプライヤー口です。ということで、今回もブルーアーカイブやっていきましょう。ということで、今回は、アビドスリゾート対策委員会ということで、イベントの方を見ていきたいと思います。はい。ということで、メインストーリーもかなり進んできてね、ようやく対策委員会編の3章まで来たんですが、まあ、それの前にね、見といた方がいいとのコメントを、ありがとうございます。ということで、ちょっとね、今回はアビドスのこのイベント、夏イベですね。はい、見ていきたいと思います。見るだけで綾音の水着がもらえるのお得すぎ。おー、対策委員会編の、なんか2章の終わりって聞いた。なんかね、後半の話がって言ってたけど。はい、ということで、見ていきましょうか。よろしくお願いします。はい、見ていきましょう。プロローグ、人生何が起こるかわからない。はい。まあ、どういう経緯でね、海に行くっていう話やけど。皆さん、お揃いでしょうか？あやねはいつも可愛いな。久しぶりに見たかもしれん。うん。はーい。うへー。あー、対策委員会いいな。やっぱりなんか、ね。おさんはずっとここで寝てたけど、一体どうしたの？うん。それでは、お揃いだと判断して進行しよう。あれ？セリカがな。白子、うん。あやね、まだセリカが、そうやんな。あ、セリカちゃんには後で伝えますので。あやねちゃんがそんなに急ぐなんて珍しいね。あ、そういうことやもんな。うん。古本、皆さんに重大なお知らせがあります。ついに私たち対策委員会の努力が形になったんです。あー、それ借金的な、そういうこと。おー。そう、毎月利子を返済しながら余ったお金をコツコツと貯金し、ついに、あ、対策委員会初の大型備品が、お、グランドにあったヘリってもしかして、ヘリ買ったんや。へえ。まあ、話終わるのを待ってあげようよ。せっかくあやねちゃんがみんなを集めたんだしね。うん、大型備品がどうしたんですか、あやねちゃん。うん。な、ヘリ。はい、ついに。え、セリカ？うん、あ、みんな、見て。どういう？私、ビンゴ大会で当たったの。しかも一等、ヘリの話しちゃうんかい？ヘリで驚いてんのかと思ったら。おー、アビドスリゾート復旧対策委員会。っていうか、ビンゴで行くんや。サザエさんやん。イベントの突入ケーキがサザエさんすぎんねんけど。時間なんてないわよ。セリカかわいい。え、どうしたの？何かやることある？なんか急に大人っぽくなって困惑するな。ちょっと多分行ったらね、みんな水着になってくれるやろうし、ちょっと夏を味わいに行きましょうか。ないわ、いっか。この石は安いやろ。水着見れる石なら安いでしょ。第1話、本当に人生何が起こるかわからないというのが今朝までの状況でした。なんだか幸運が続きすぎて怖いくらいですが。お、なるほど、いろんなことがあったんだね。すごい幸運だね。その俺があれやねんな、話聞いてるんやな。はい、すごい幸運だね。そうですね、自分でもちょっと、未だに現実味がないです。うん、まあ生きてりゃこんなこともあるよ。おじさんもちょっとびっくりしちゃったけどさ。うん、きっと今まで頑張ってきた分が報われたんですよ。ようやくやな、それやったら。先生もそう思いますよね。うん。あ、ですね。今回先生をお呼びしたのは、先生は対策委員会の顧問だからこういう時は呼ばないとって思って。なんかな、リゾートに行くのに俺呼ばれるっていうか、まあ、引率ではあるけどね、複雑ではあるよね。女子生徒のな、水着やもんな。まあ、それを伝えるために呼んだわけじゃないんだけどね。実は、セリカちゃんが当たったの、リゾート利用券だったんです。あはは、なるほど。わ、私だって知らなかったの。一等って聞いたら賞金券か現金だと思うじゃない、普通。まあ、現金だったとしても、借金の返済に当てられちゃうんだし、逆に良かったんじゃない？いい機会だから、たまには思いっきり羽を伸ばそうよ。リゾートでゆっくりできるなんてあんまりないよ。そうですよ。なんで、みんなでバカンスに行くことにしたんです。
今までずっとみんな学校のために頑張ってきたじゃないですか。たまにはこんな休暇もいいかなって。なあ、まあ確かに日々の生活が借金返済ばっかりやもんな、対策委員会って。アビドスな。はい、なので先生にご連絡したわけです。そのもし先生さえよければ、お一緒に連れて行ってくれるの、リゾート楽しみで、ちょ引率とかで行けや、なんかワクワクすんなお前。うん、もちろん。ああ、ありがとう。それちょっと遠いところにあるから引率の大人がいないとね。それが一番やけどな、マジで。そう、俺がウキウキしすぎてんねんな。先生もまさかこんな可愛い生徒たちをそのまま送り出したりはしないよね。先生まさか私たちだけで行かせたりなんかしないよね。まあ確かに心配やからついていきたいっていうのはもちろんあるからな。うん、もちろんよろしくね。もちろん人生って何が起こるかわからないね。うん、よし、それじゃこれで決定ですね。すぐに準備するね。私もヘリを整備してきますね。やっぱりそれでヘリ使うんや。へえ。え、星野？うへえ、みんな世話しないね。青春だね、青春。おじさんには眩しいや。ん？ああ、私も楽しみだよ。とか言って水着ですもんね。なんたってリゾートだからね。アビドスの日差しは強かったからさ、ここみたいにあったかい日差しの下でダラダラできるなんて最高じゃない？生きてたらこんなこともあるんだね。本当に。へえ、いい笑顔や。いや、みんなせっかくやから楽しんでほしいな。人生ってのは本当わかんないもんだね。ブラックの背景にこのセリフはちょっと不穏やって。え？爆破した。なんでやねん。え、普通に、でかい果てだ。ちょ、キャッキャウフフで終わろうや。え？何の対戦？誰と戦うんよ。放り出されてる。まあ、せっかくやから、ああ、そうやんな。星野、この水着やもんな。さあ、行きましょうか。な、誰と、急にドーンからのこれやからだ。まあでも夏ではあるな。お、さあさあ、あいたたた。みんな大丈夫？怪我はない？え、いきなり墜落したの？うん、あやねも無事。あ、ありがとうございます、白子先輩。先生は大丈夫なの？俺通常の人間やからな。だからヘイローなしやから死にかねへんけど。でっか。ちょっと突如として水着すぎん？よいしょっと、皆さん無事ですよ。でっか。ちょっとなんかやっぱののみのな、よくないな、なんかでかすぎる。え、すっごいスタイルしてない？ボンキュッボンのな、すごい。ここもえ、こんなにムチムチでしたっけ？え、もうこんなんエッチやん。あはは、星野も、かわいい。星野いいよな。うへー、もう着いたの？起こし方が乱暴じゃない？わー、なんか星野のな、わかるわ。なんかちょっとだけさ、可愛らしいっていうタイプわかるわ。そう、ののみはクソでかいからもうこれでいいでしょ、ドーンやけど、星野ってでも、なんやろな、お子様すぎない、ちょっと大人びたやけど、可愛らしいみたいだな。で、なんか白選ぶっていう感じもすごいわかるな。楽しんでるやん、めちゃくちゃ。いいなぁ、吹き矢も持ってな。可愛いな。あ、ありがとう。みんなのおかげで無事だよ。心配してくれてありがとう、セリカ。セリカもな。誰が心配なんか。ただ聞いただけよ。ツンデレありがとうございます。みんな無事でよかった。誰か怪我でもしてたらおじさん泣いてたよ。おう。ね。幸い、水着も無事だった。で、着替えてんのもおかしいし、やっぱり白くは競泳系やもんな。やっぱりブルーアーカイブのこのへそのな陰影を描くセンスね。好きですよ。厳しすぎひん、ここ。覚悟の、な、角度をしてるよな。いや、でも白子の、ここでのポイントは、ここです。ここが可愛いんですよ。なんか白子、顔大人っぽくね？は、なんか、急に、いつもの白子ってなんか幼さとかさ、ちょっとね、ほっぺたぷっくりしてるやん。やからなんか可愛い印象があるんやけど、すごいここをくぐった瞬間にお姉さんみたいな感じになっていいですね。すごいね。うん、可愛いな。あー、セリカ、いいな。全員触れるやん。全員触れたいねんけどさ。うわ、深っ。この黒、深っ。なんやろうなあ。まあでもおじさんと違って、そのちょっとだけさ、
だからこの色っていうのわかるな、ね、黒までいかんけどもこんぐらいでなんかな、だから髪色とかと結構似た色やもんな。へー、かわいい水着、うっすらこの辺の影すごいですね。いいですね、おへそかわいいねこの状況で気にするポイントそこ？いやまあ着替え持ってないから破れたら困るけど、せっかくの水着が汚れなくてよかった、怪我がなくてよかった。みんな水着やけどな、なぜか。ほんと？もうすぐそういうこと言う。あやね、よくないなあ。やねって一番よくない。すごい夏学校でプール終わりのなんか古文の授業の時にみんな下敷きとかで仰ぎながら授業を受けてる中、ふと窓側の席に目をやった時にあやねがちょっと髪がだ滴ってて、不意に目が合ってなんかねこう照れるみたいな、そういう情景まで意識してしまう。やし、その瞬間にちょっとな落ちるんよな恋に。すごいわかりますね。てかあやねがでかいの良くないわ。ののみについででしょ、で隠し持ってるんでしょ。ちょっとあやねは許されへんよな。あやねかわいいちょっとわーこれいいよな、なんやかんやいいよな。わかる、水着のさしっかりあの水着のタイプもいいねんけど、このちょっとズボンタイプもいいよな。ほんで持つものは持ってるという両刀ね。え、髪の毛かわいい、くくってんじゃん。絶対なんか俺だけが知ってるかわいい子みたいなそのポジションやもんな。でもみんなから人気あんねんな、みんな気づいてんねんな。それ俺だけがなんかかわいいなって思ってるんじゃなくて、全員の認識の中でかわいいとは思いつつも、なんかやっぱキラキラした方にみんなな、やっぱあいつがみたいな感じになってるけど、でも俺はあやねですけどね、メガネ食いが全員が向いてるみたいなね、それですちょっと喋りすぎてるあやねについて。なんでもありません、怪我人がいなくてよかったですね、可愛いね。とりあえず目的の島には着きましたね。ただ乗ってきたヘリはん、これはしばらく乗れそうにないね、また整備が必要な。修理すれば動かせるだろうけど時間が必要。まあもうぶっ壊れはしてないんや。すいません、私がもう少しうまく運転できていたら。そんなことまであやねがやってたんやな。おお。運転とは関係なく急に壊れたんだから、あやねちゃんが謝ることじゃないわよ。出発前の整備の時だって異常がないか何度も点検したし、それなのに急に壊れちゃったんだから、こんなの誰の責任でもないわよ。もし責任があるとしたら売ったやつらよ。だからあやねちゃんが気にすることじゃないわ。おお、確かにね。それはセリカの言う通り、あやねのせいじゃないよ。まずはリゾートへ行こう。もしかしたら修理する方法があるかもしれないし。先生までありがとうございます。そんな中でもリゾートに行けば何か方法が見つかりますよね。うんうん、急がば回れです。パンフレットによればものすごくリッチで大きなリゾートらしいので、部品や整備できる人もいるかもしれません。先生は大丈夫？さっきちょっとふらついてたけど。っていうか俺は何今服、なぜか急に全員が水着になってる状態やねんけど、先生も水着今大丈夫、心配しないで。もしかしヘリ乗りながらもう水着やった全員。時々電車乗った時に風船持ってるさ、あのプール行くんやろうなっていうちっちゃい子とか見るけど、それ大丈夫、心配しないで。みんなたくましく育ったね。おじさんは嬉しいよ。これ持ってる小学生とか電車にいるよな。ところでせっかくの空気に水を差すようで悪いんだけどさ、そのみんなが言ってるものすごくリッチで大きなリゾートってあれのこと？え？激しょぼな。ほう。そっか。いや、見た目いいかなって思ったけど、ここも倒れてるし、ボロボロやな。何よあれ。これ何？本当にここで合ってると？ここも。おう。え？あーえー、すごい。ここも？ボロボロや。うわあ、全部ただの廃墟じゃない。一子一人もいないし。ラストオブアースみたいになってるで。ねえ、違う島に来たんじゃないの？本当にここなの？いや、座標上確かにここで合ってる。どう見てもリゾートって呼ぶには無理がありますか。これじゃあまるで、あ、え？
そっか、そういうことか。ほう。え？何？どうしたの？何かわかったの？セリカちゃん。私たちが当たったリゾート券、この土地の利用券だったみたい。へえ。ほら、ここに小さく、チケットを保有する者にリゾートを利用する権利を与えるものとする、当該地の状況については保証いたしかねますと。ちょっと待って。これって詐欺よね。そんな、信じらん。また騙されたんか。景品がお金じゃなくても前向きにいい機会だからゆっくりしようって。そう思ったのに、どうしてこんな。悔しい。私たちが何したって言うのよ。セリカちゃん、セリカが落ち込みまくってるな。くすん。泣くなよ。とりあえず泳いでな、楽しくやりゃいいんじゃない？お、まだ諦めるには早いよ。むしろ今からがスタートかもしれないよ。あ、すごい脇。え、先生。セリカの脇すごいね。先生。先生の言う通りですよ、セリカちゃん。想像とはちょっと違うけど、空気も水も綺麗な島に来たのは事実ですし、まあ確かにね。遊ぶための道具は揃ってますから、思いっきりバカンスを楽しみましょう。持ってきた備品は全部無事だったから、ヘリから取ってくればいいよ。あと、さっき倉庫とか、設備を確認してきたんだけど、状態は良好だったよ。へぇ。ちょっと古くて錆びてたり、埃をかぶってるだけだし、手入れしたら全然使える。野々見先輩、白子先輩。そうだよ、セリカちゃん。まだ諦めるには早いよ。ここがリゾート地なことに変わりはないし。ヘリもリゾートも私たちが修理すればいいんだよ。設備の修理は慣れっこだしね。前向きに行こうよ、セリカちゃん。確かにな、あやねはそうやな。設備の保証や設備は私たちアビドス高等学校のお箱。この広いリゾート地と無人島が全部私たちのものになったってことですよ。確かにそうやんな。この土地を譲りますやもんな。どう楽しむかはこれからの私たちにかかってるんです。あやねちゃんの言う通り、これから最高の休暇を過ごせばいいだけですからね。おじさんも頑張るか。みんな、こう、セリカが落ち込んだのをみんなでね、こう盛り上げて、ね、まだ泣くのは早いよ、セリカ。泣くのはいろいろ試した後でも遅くないよ。あ、よかった。誰が泣いてるって。あー、もう覚悟してなさいよ。こうなったら思いっきり遊んでやる。私は絶対に諦めないわよ。ここで最高の休暇を過ごしてやるんだから。おー。いいやん。こっから直して楽しむストーリーなんや。へー。暑い。暑くて干からびそう。動いてないのに暑いよ。例のやつやんか。久しぶりに沈んでないの聞いたかもしれへん。2個目見ていきましょうか。第2話、もう少しそれっぽい言い訳を。ほう。言い訳？また何か起こってそうな。え？ヘルメット弾。ジャブジャブヘルメット弾。ええ。島にしか存在せえへんヘルメット弾やん。え、何の音？何かが墜落した音に聞こえたけど、ヘリ、飛行機。あ、なるほどね。別時間軸のヘルメット弾か。お、とりあえず自然の音ではないわね。人為的な音がするってことは人がいるってことよ。え、誰？ラブ隊長。あー、なんか前出てきたよな、ラブって。へー。あ、これのね。うふふ、面白い流れになってきたわね。まだ誰も見つけてないポイントだと思ってたのに、他にライバルがいたなんてね。今回のリゾート狩りは面白くなりそう。お、うちらジャブジャブヘルメット団のターゲットに近づくネズミは、文字通りひどい目に遭わせてやるわよ。じゃあ、あのラブとなんか戦ったりすんねんや。へえ。っていうか、ここで出てきてんな。う、油断した。ちょっとよそ見した間にいなくなるなんて。お、セリカ、誰を探してるの？あ、先生、ちょうどよかった。星野先輩見なかった。あ、星野が？あやねちゃんと先輩たちがヘリに物を取りに行っている間、2人でちょっとこの辺を片付けようと思ったんだけど。お、かくれんぼでもしてるのかな。星野を探してくればいいんだね。任せて。じゃあ俺が探しに行くか。うん、ちょっとお願い先生。私はまだ片付けが残ってるから。そんなに遠くには行ってないはずだけど、もしかしたらこの建物のどこかにいるかも。あと、先輩を見つけたら必ず私に連絡してね。
星野先輩に頼まれたからって代わりに片付けとかしないでよ。わかった、星野先輩を見つけたら私に連絡、約束だからね。俺が甘いから言われてる、こんなん。その後、星野を探しに建物の中を一周してみた。一度歩いたところだったからそれほど道に迷わなかった。ほん。これね、トリニティのプールっぽいものね。うん。あ、はいはい、星野いたな。ほん。ありゃ先生、どうしてここに？星野を探してたんだ。うん。あ、セリカちゃんに何も言わなかったもんね。ごめんごめん。おじさん、掃除道具を探してたらこんなとこまで来ちゃってさ。見えるとこにいないからってサボってると思われるなんて、おじさんちょっと傷ついちゃったぞ。それにセリカちゃんがあんなに頑張ってるのにおじさん一人サボるなんてできると思う？普段の行い。その部分をちょっとこうなんとかね。おー、うん、ああ、さっきまで見てたもの。相変わらず鋭いね、先生は。ほう。まあ、ここには後輩たちもいないし、先生だからまあいっか。なんだかちょっと気になることがあってね。え？昔のお祭りのポスターだね。アビダスにも似たようなものがあったよね。砂祭りやっけ？うへ。星野。みんなには言わないでね。せっかくの休暇なのに余計なことを気にしちゃったら楽しめなくなっちゃうからさ。ここまで来て楽しめないなんてそんなの悲しいじゃん。こういうのはおじさんの領分ってわけ。え？だからそんな顔しないでってば。大丈夫だからさ、おじさんにドーンと任せておいてよね。お、とりあえず一緒に整理しよっか。せっかくだしここも掃除しよっか。あんま星野は教えてくれへんな。うへえ。嬉しいけどわざわざそこまでしなくていいのに。ここは端っこの部屋だし、片付けるならセリカちゃんがいる方にしようよ。ほう。うん。うん、わかったよ先生。いいよ、一緒にやろう。もうおじさんは先生にそうやって見つめられるのが一番困るんだよ。そしたら掃除道具を持ってきてもらおうかな。私は先に片付けてるから。お、逃げないから心配しないで。お、掃除道具を取ってくる。ほう。お、その後、星野と一緒に周辺を掃除した。まあ、そういうのが汚れてんのが気になったんかな。その、お祭りのポスターね。ああ、綺麗に。まるでリゾートが運営されているかのような綺麗な室内になった。へえ、こんな広いところでも二人でなんとか掃除できるもんだね。先生もお疲れ様、手伝ってくれてありがとうね。気にしないで、大したことないから。星野掃除得意なんだね。うん、いつもそんな風に引き受けちゃうとどこまでも、お願いしちゃうよ。でもどこか気分がいい感じ。うん、そうだね。アビダスとは違って片付ければちゃんと。あ、見つけた、ここにいたのね先輩。うん、人がちょっとよそ見してる間にこんなところに。私一人で片付けながら探すのどれだけ大変だったと。たまには先輩も掃除をって。え、あ、まあここ綺麗やからな。すごく綺麗に掃除されてる。ほとんど星野がやってたよ。私はちょっと手伝っただけだよ。うん、本当に星野先輩が。ふっふっふ、セリカちゃんが驚いた顔も可愛いね、星野先輩。そんなに喜んでくれるなんてちょっと照れるね。どうだいセリカちゃん、おじさんのことを見直したかな。先輩、あんまり、掃除得意じゃないのかなって思ってたけど、こんなにできるならどうして普段なんでせえへんねんっていう。どうして今まで真面目にやってくれなかったの？え、あれ、え、待って先生、もしかして今おじさんちょっとピンチだったり。自業自得かも、頑張れ星野。まあ確かにな、ここで頑張ってたらな、普段がね。え、ここまで来ておじさんを裏切るの？自業自得よ星野先輩。ちょっとこっちに来て話をするわよ。1年生と3年生やけどな。え、ありゃ誰か来たのかな。先輩たちかな、ちょうどよかった。みんな聞いて、星野先輩がヘルメット段階。え、なんだ人？
ここだ、奴らがこっちいるぞ。隊長、ここです。奴らを見つけました。何事？この中で暴れてほしくないけどな。あ、まさかうちらより早くここを見つけるなんて。ふふ。あんたらもリゾートハンターなんでしょ。その目つき見ればわかるよ。なんやねん、その職業。はてなやわ。何？何の目つき？なんだ、隠してる系？まあ、構わないけどさ、ライバルがいるなら、追い出して勝ち取るのがここの掟だからね。お前ら、武器を持て。総員、戦闘準備。懲らしめてやるよ。せっかく綺麗にしたのに。おい、始まったやんけ。外でやろうや、せめて。何？こいつら何なの？おしさんが静かにキレてる。なんだかわかんないけど、話し合ってどうにかできる、雰囲気じゃないね。じゃあ仕方ないから、まずはよいしょっと。よろしくね先生。これ渡された、もしかして。もう戦闘この状態になってるってことやな。どんどん言って、待った。こいつらめちゃくちゃ強いじゃん。総員退却。わあ、めちゃくちゃ汚くなってる。うちらが負けるなんて信じらんない。向こう2人しかいないのに。っていうか、普通にやっぱアビドス強いな。うちらジャブジャブヘルメット弾がやられるなんて。強敵ってわけね。でも諦めるわけには。おお、あいたた、痛いってば。くそ、覚えてなさいよ。うちらがこのまま諦めると思わないでよね。せっかく綺麗にしたのに。アビドス強本で、あいつら一体何なの？暴れるだけ暴れてどっかに行くなんて。ああ、せっかく片付けたのに振り出しに戻っちゃった。みんなになんて言おうね。おう、あ、帰ってきた？ただいま戻りましたよ。先輩たち？ナイスタイミングだね。一襲撃終わってやな。備品は全部運び出せた。特に壊れたものもなく、無事だったよ。セリカちゃんたちの方、お片付けは順調です。ほう。これ見て。ぐちゃぐちゃやもんな。いや、この部屋だけじゃないの。ちょっと待って。掃除は終わってる。いや、終わってたのよ。先輩と先生とやってたの。終わってたんだけど、こうなってるのには理由があって。セリカちゃん、二人で片付けるには広すぎましたからね。大丈夫ですよ。今からみんなで手分けすればすぐ終わる。本当だってば。掃除をサボってたんじゃなくて。まあまあ、今から一緒に片付ければいいんですよ。全然信じられてないな。みんなで頑張りましょう。本当だってば。そういう役回りになるな、やっぱいつも不憫な。その後、掃除が終わってからこれまでのことについてゆっくり説明した。なあ、でもなあ、襲われたわけやしな。肩痛い。赤くなってるじゃん。強いな。銃撃たれて赤くなってる程度なんや。やっぱこのままじゃ厳しいよ。どうしよう隊長。もう戻る。他の島を探してみるとか。今なんて、まあそういうのは許さんタイプやな。一回やられたからにはっていうタイプで。何も。しょうがないじゃん。今のうちらじゃ歯が立たないよ。それにあいつら、まだ仲間がいそうだったし。そうね。じゃああんまり気が向かないけど。ほん。お、うちらも増員呼ぶとすっか。へえ。そんなにこのリゾート欲しいんや。第3話、先手必勝。はい。何をするんやろうな。何を先手で打つんやろう。あ、すべて綺麗にまたしていくんか。お、ここも。草木が蘇ったな。これ治る？治った。すごい手の入れようやけどな。私たちのリゾートも片付けたら案外綺麗になったわね。っていうか、私たちのリゾートになってるもんな。こんなんもらえたんか。綺麗になったよね、私たちのリゾート。ちょっと愛着が湧いてきたねえ。ちょっと言ってみたかっただけよ。これなら泊まるのに十分よね。セリカちゃんの言う通りです。このままホテルとしてお客様を迎えてもいいくらい。それはまだ早いですよ。掃除しただけで設備も機械もまだ全然動いてないですし、制御室を確認して使える設備やシステムを再稼働させないと。
他の部屋の掃除もまだありますし、でも部屋が片付いてるとすっきりしますね。なんだか少し部屋の中が輝いて見えます。泊まる場所の片付けは終わりましたし、そろそろ制御室を。お、食料が先かも。ほう、食料結構ビシッと言ってたけど、うん、食料。無人島で次に気にしなきゃいけないのは生存のための食料問題。まあ確かにそっか、生存。別にそんな切羽詰まった状況じゃないと思うけど、ここはスマホの電波も飛んでるし、捨てられた船もあるし、まあ結構いろいろあるんや。こういうところでは魚で、動物性タンパク質を補給するのが最善。ん、必ず取るよ、生存のために。白子先輩、聞く耳を持ってないわね。もう準備してるやん。なんとここに釣り道具が。へえ、次釣りか。へえ、準備はできてる、行こう。みんなで釣りか。水着着てんのにな。なんとここにじゃないでしょ、完全に準備してきてるじゃない。シロコちゃん生き生きしてるで。まあこういうの好きなんやな。あやねちゃん、どうやら制御室に行くのは後にした方が良さそうだよ。まあ食料も大事ですからね。電気は後からでもなんとかなりますし、先輩が釣りに興味があるなんて初耳でした。サバイバル活動だから釣りもその一環。シロコは体動かすのほんま好きやな。ああ、サバイバルがしたかったのね。うってつけやなじゃあ今回シロコちゃん一人じゃ危なくなっても続けそうだし、先生お願いしてもいい？俺とシロコか。お、もちろん任せて、行ってくるね。二人で行くんか。先生一緒に行くの？お、ありがとう。じゃあよろしくね先生。シロコは何の反応なん今のは。私たちは他に何かないか周辺を探してきますね。せっかくなら大物を頼んだわよ。うん、へえ、任せて。ドヤ顔して。じゃあ二人で釣りに行くんか。ほう、なんかあやねが悩んでたけどな。あー、のどかでいいな。シロコと一緒に海岸に向かった。お、この辺でいいかな、良さそうな場所が多いね。うん、うん、よし、ここで大丈夫。釣り竿、餌、バケツ、いつでも始められるよ。お、釣った魚を持ち上げるタモ網は？それは大丈夫、先生が釣り竿を支えてくれる間に。私が撃てばいいから。撃つってどうなん、火薬とか良くないんじゃないの？なるほど。先生も地味に納得して。撃つしてなかった。一番確実な釣りの方法、死んだ魚は逃げられない。うん、魚で撃ったら魚が砕けちゃうんじゃないかって。確かに。お、そこまでは考えてなかったのね。タモ網を取りに行こうか。うん、うん。そのちょっと困った顔かわいいな。あ、大丈夫です、私が持ってきてます。へえ、あやねも来てるんや。あれ、あやね、お、この3人なんとなく心配でついてきてみたら、やっぱり。お、あやねどうしたの、来てくれたの？うん、なんとなくお二人だと心配で。俺そんなにあれなんや。みんなもそう言ってたし、なのでうん、ありがとうあやね。じゃあ私が釣り竿を持って、あやねが拳銃で撃つってこと？そういうことじゃないって。だから撃っちゃダメですってば先輩、威力の問題じゃないですよ。ちゃんとタモ網を持ってきましたから使ってください。うん、シロコはあやねの言うことはよく聞いてる気がするの。え、そうなんですか。あやねの判断は大体正しいから。シロコ先輩、あやねが違うっていう時は大体私も違うって思ってるし、みんなそうだと思うよ。ほう、ここで釣った魚たちも調理する前に食べていい魚なのか、毒はないのかとか、お金になる可能性はないのか、後であやねに聞くつもりだったの先輩。え、あー、そこにいたのか。またヘルメットだ。あれ、さっきの連中じゃないよな。他に仲間がいたのかよ。なら他の連中を呼ばれる前に。どちら様でしょう。ふっふっふ、今回はうちらも負けないわよ。なんたってこっちには応援部隊がいるのよ。さあ出番よ、給料分はちゃんと働いてちょうだいね。わかも、え、あ、出てくるんや。っていうか左映ってたんやけど、応援部隊で出てくんの？わかも、え、
てかマジで久々やんな。その最初プロローグ以来やん。え？な、七囚人、七囚人の一人ですけど。あらあら。正直がっかりです。たったこれっぽっちの人数に苦戦されていたのですか？ちょ、なんちゅう応援呼んでんねん。それでどうやってこの広いリゾートを借り尽くすと言うんですか？たったの3人ですら。ん？あ、そのお姿、俺見た。もしかして、先生？おう。若も、こんなところで奇遇だね。マジで最初以来やもんな。うん。え？ははは。どういう？これは一体どういう状況なのです？ほう。切れてる。ま、待ってください。まずは状況の整理を。めっちゃ撃たれてる。ヒン。シロコ、いきなり攻撃はちょっと。うん。ははは。敵対心満々やん。先手必勝。先生、指揮お願い。ここの先手必勝かい。あ、若者の水着や。へぇ。一応水着になってるけど、一撃やったわ。もうちょっと凝視したかったな。お。若者を撤退させて。てか、やっぱ先生、いろいろ覆せるんやな。うん。ちょっと、また負けちゃったじゃん。せっかく応援部隊を連れてきたっていうのに。なんかこいつの様子変じゃない？なんでこんなぼーっとしてんの？先生がどうしてここに？先生は、え、あれ？動揺しっぱなしやん。若もバカ、あんた何やってんの？若もってば、完全にほうけてますけど。ま、まずは退却しましょうよ。連れ帰ってこいつがしっかりしたらまた来るとか。で、俺がいる限りあかんのちゃん。あ、いたたた、痛い。やめて、もうわかったから。ち、くそ。これで終わりだと思わないでよね。はははは。ヘルメットだ、あかんな。若者。ほん。ははは。いや、なんか連れ帰られてるやん。ほん。一体誰だったんでしょうか。セリカと星野先輩が言っていた、私たちのリゾートを奪おうとしていた奴らなのかも。ねえ、先生。お、大体合ってるけど、ちょっと違うとこもあるけど、な、若者がな。そういえばお一人、先生の名前を呼んでいた方がいらっしゃいましたか。もしかして若者という方はお知り合いだったり。話せば長くなるけど、知らない方がいいかも。普通に七囚人やもんな。うん、危ない人や。どんな目してんの先生。あ、あやね、どうしたの？水竿が、道具が、戦ってる間に壊れてしまったみたいで。へぇ。でん。いや、許せへんな。その後、押し込んだ白子を慰めて、みんなで、リゾートに帰った。落ち込んだんや。うん。まあ、結局無理やったよ、みたいな話をしたんやな。うん。まあ、でも、でも食料とかあんのかな？リゾートに帰ったからも、シロコは釣り竿のことを引きずっているようだった。へえ、よっぽどサバイバルやりたかったんや。第4話、先生を助けに参りました。ねえ、どうなってんの？話が違うじゃん。めちゃくちゃタイトル若者口調やけどな。若者が詰められてんの？これ。強いって噂は嘘だったの？ねえ、なんで黙ってんのよ。だんまり。聞こえてないみたいですよ。これ、うちらが面倒見なきゃいけないの。先生、あなた様がどうしてここに？ここは所有権を手に入れるためにあらゆる集団が競い合ってる場だと聞いていたのに。ちょっと聞いてんの？ねえ、若者ってば。先生がそのような下劣な派閥争いに加担するなんてありえません。ということは、まさか先生は誘拐されて？ちょっと、何一人でブツブツつぶやいてんのさ、人の話聞いてる？はん。ええ、お優しい先生のことです。悪い狐に騙されてしまったのですね。アビドス狙うようになってないこれ。若も。ければ。なんて。行かなければ先生を。
お使いしなければ、もう、あかんな。何の話、先生って。っていうか、全然あれやもんな。てか、若も俺のこと好きなん。どうなんやろ。じゃ、ラブの向き方がな。ラブがいるからややこしいけど。うん。さっきあそこにいた大人のこと、ねえ、どういうこと。あいつは敵でしょ。なんで助けに行くのよ。今なんと。誰が敵なのですか。聞き入ってるやんけ。もしかして先生のことでしょうか。当然でしょ。他に誰がいるのよ。はははは、ブチギレやん。ちょっと待って、なんか雰囲気おかしくない。なんか今までの感じとはだいぶ違うような。ねえ、何の話。ちょっと何よその目は。ふふふふ、先生のことをそんな風に。どうやら教育が必要なようですね。教育って何。うふふ、今から私が。怖いって。そのかわいそうな頭に叩き込んで差し上げます。脳天に銃ぶっ放した。え、水。若もはそういう話があって、白身のザ。うん、ていうかあれやな、また海に来たんやな。おう、ふう、取ってきたよ。サザエとアワビ、あとワカメもあるよ。あ、なるほどね、素潜り系に行ったんや。本当にすごい量。お疲れ様でした先輩。取ってきてくださったものはこちらにどうぞ。うん、ありがとう。へえ、アマさんやってるんや。私たちまたここに帰ってきちゃいましたね。さっきあんなことがあったばっかりなのに、まさか私たちの他にも人がいたなんて。むしろそういうことがあったから今度はみんなで来たんでしょ。また襲われたら危ないし、あいつらがいなかったら別行動できたんだけど、ヘリの墜落にリゾート復旧に今度は喧嘩だなんて。次から次へとよく続くわね。ほう、大丈夫でしょうか若者さん。普通の人には見えませんでしたが、気にしなくていいと思う。無理に行動を変える必要はない。また来たらその時に相手すればいいだけ。強いな。そう、それでいいんですかね。じゃあまた行ってくる。ほん、全員分の食料を取ってきてくれてんねんや。頑張ってんな。あ、行ってしまいました。しょうがないわよ。やる気になった白子先輩を止められないの知ってるでしょ。こっちが避ける必要がないって思ってるみたいだね。白子らしいといえば白子らしいけど、まあ若者らしくていいじゃん。釣り竿がないならダイビングで取ってくるなんて、どこにそんな体力が。そのおかげで食料には困りませんね。魚にアワビに、そういうまた取ってきても話し合えばどうにかできるんじゃないでしょうか。リゾートは広いですから、みんなで仲良く分けて使うとか。てか取り合いになってるって言ってたもんな。なあ、無理そうやけど。もう2回もやり合ってるのに今更話し合いでどうこうできるのかしら。まあまあ完全に不可能というわけでは。仲良くまでは難しくても、お互いのスペースを決めるとか、そんな風に。若者さんのことが気にはなりますが。お、気になる、心配でもあるの。うん、いえ、なんとなく、ただ私の気のせいかもしれませんが、白子先輩とあの人を合わせるのは避けた方がいい気がして。まあ確かにな、開幕打ってたもんな。あ、こんなところにいた。あ、え、素晴らしいタイミングだね。噂をすればなんとやら。え、何、本当にまた来たの。例の若者ってあの人。あ、若者が来たんや、単体で。先生、もうご安心を。私、若者があなた様を助けに参りました。あ、はい、あの方です。って、あれ？なんかさっき変なことを言ってませんでした。そうだね、先生を助けに来たって。おぉ。おぉ、しゃでっか。ちょっと若者、それはダメですよ。NG です。え、なんか、ふと、隙間な。すごいな、若もこんなに、え、若もこんなムチムチやったっけ。肉という肉がみっちりしてんな。え、こんなデカパイでしたっけ。なんか、その、出てきてるすべてがエッチですね。へぇ、エッチや。謎の悪党に捕まってこんな遠いところに連れてこられてしまうなんて。っていうか、引き連れてきたな。
この若者がおそばについておれば、そもそもこんなことにならなかったのに。遅くなり申し訳ございません。この若者が先生をお救いいたしますね。ほう、どうしよう。デカパイに挟まれてどうしよう俺。ん？ああ、私らが誘拐したと勘違いされてるのかな。おじさん知らなかったよ。うん、私たち実は誘拐犯なんです。あんま冗談が通じるタイプじゃないで。って何納得してるのよ。誤解を招くでしょ。まあ、待ってください。皆さん、戦う前にまず話し合いを。リゾート地は広いですから、皆さんそれぞれ別の場所で楽しめば。話し合い？うふ、話し合い、いい響きですね。全然思ってないやん。総員攻撃なさい。先生は私がお救いいたします。ちょっと話し合うんじゃないの。攻撃攻撃攻撃。ラブの頭がいいヒンクなってるやん。うちらいつからこうなっちゃったのよ隊長。あ、いた。うちに聞かないでよ。とりあえず言われた通りにするわよ。攻撃開始。完全に入れ替わってるやん。あ、戦闘が終わりまして白子も帰ってきた。ふっ、ただいま。今回もたくさん。あれ、みんな？お帰りしろこ、ナイスタイミング。何があったの？あ、その、愛はしてないな。あ、お帰りなさい、しろこ先輩。あはは、お帰りなさい、しろこちゃん。ちょっと、今話しかけないで、まだ体力が。うっ、死にそう。もうおじさん、動けない。戦闘が起こってるな。なんかな、ワカモもワカモで俺すごいラブな動きしてるな。その後シロコに今まで会ったことを話した。怒ってる目してる。シロコの表情を見てなおさらワカモとの対面はやめた方がいいと思った。おお、まあでもご飯はねこれで解決したけどやな。あ、ラブ してん。はあ、はあ、うん、もう本当に限界。これ以上は無理。くそ、全兵力を仕掛けたのに負けるなんて、そのアビドスが強すぎんねんな。なんかそれはどういう意味でしょうか。ワカモも詰めて、できない部下に詰めるタイプや。ひ、どういう意味って。そんなの見ればわかることじゃないですか。この戦力差じゃ勝てないって、もうこれ以上どうしろって言うんですか。さっきから何をおっしゃってるんですか。まだ皆さんには切り札が、え、残ってるように見えますが、どういう意味？切り札？まさか。え、ダメだよ。あれはダメ。あれがなくなったらうちらは帰れなくなっちゃう。隊長からも何か言ってやってくださいよ。このままだとあいつ、うちらの船まで。あれだけはダメよ。あの船はうちらの異変みたいなもんなの。いくらあんたでも船に手を出すのは許さないわよ。ワンパン許さないわよ。グーパンえぐいって。ひ、隊長一撃で。おう、ふふ、皆さん何か勘違いしてませんか。私は皆さんに許可を求めているわけでは。嫌な上司や、怖い。もう一度申し上げますね。まだ切り札が残っていますよね、皆さんの。家を出してくださりますよね。囚人ですね。第5話、招かれざる客。ここです。お、あやねと。ここがリゾートの制御室。電気ガスをはじめとした全ての動力源が集まっている場所ですね。お、あやねと。それを見に来たんや。うん、やっといろいろ終わらせたっていうのに今度は制御室。いや本当に素晴らしいバカンスだよセリカちゃん。何が素晴らしいバカンスよ。いつまで経っても休めないじゃない。まあまあ動力源の確保が終わったらのんびり休めますから。こっからのバカンスのためにも安全確認は大事ですよ。うん、設備に問題はないみたい。基板は古いけど破損はない。ちょっとほこりかぶってるだけ。この地図によると格納庫兼倉庫もあるみたい。ほう、格納庫があるということはヘリの部品も見つかるかもしれないね。なるほどね。よかった、これで修理ができますね。でも格納庫は手動では開かないみたい。制御室で電気を確保するのが先かな。
建物の掃除から始まってどんどん無人島開拓みたいになってるわね。まあまあ細かいことは気にしない気にしない。準備するのもバカンスのうちだよ。じゃあ目的の場所も分かったことだし行ってみよう。すごいな、あの旅行やんな。誰もいないみたいですね。お、誰かいる方が怖いでしょ。もしかしたらさっきの連中がいるかもしれないし、警戒するのに越したことはないよ。そうですね、さっきの連中が先に掌握しているなら監視システムを利用しない理由はない。だからここは私たちが初めて来たんだと思う。埃もかなり積もってるし。これ本当に電源が入るの？ほんな、何にもないついたけど。何にもない無人島でつくもんやねんな。ついた。なんだ、心配して損した。結構あっさりつくのね。まあ確かにな、電源を入れるだけなら普通押したらつくよ。わ、分かってるわよって、そういう意味じゃなくて。私も驚きました。だいぶ古い設備だから、作動しないと思ってたのに。保管状態が良かったからなんでしょうね、これで。あれ、これは一体？ほん、リゾート防御システム。すごい、そんなのがあるんですね。警備システムの一種でしょうか。勝手に守ってくれるってことなのかな。うへ、すごいね。至れり尽くせりじゃない。これで安全に過ごせるわね。あね、早く押しちゃいなさいよ。押したらあかんやろうな多分。あ、はい。押した。よくないんじゃない、そういうの。ついたんですか？何か動き出したみたいね。あ、モニターに監視カメラの映像が出てますよ。リゾートが一望できますね。これで一件落着だね。先生も止めろや。嫌な予感したやろ。何かシステムメッセージ。リゾート防御システム活性化、自己監視モードに入ります。スキャニング、リゾート全体をスキャンしているのでしょうか。人が何人いるとか出んのかな。すごい、最先端の防御システムですね。がここにあるのもちょっとおかしいけどな。カイザーにもこういうのあったよね。もしかしたらそれ以上にすごいシステムかもしれません。スキャニングを終了します。リゾート内許されていない人員が多数発見されました。お、なんかすごいね。てか俺らにもかかるんかな。ってあれ、許可されていない人員、あれ、逮捕のため自立防犯機を投入します。ま、待ってください。眠ってた警備ロボットが動き出しました。かなりの数います。なんかあいつら動きが変じゃない。これじゃあまるでこちらに向かっているみたいですね。俺らに向いたんか。あ、そういうやつか。やっぱりそういう流れなのね。まあ私たちも別に許可されてたわけじゃないもんね。じゃあ止めろや先生。なんで見てるだけやね。ちょっと何言ってるの。私たちにはチケットが、許可をもらってるんじゃないの。チケットはありますけど、警備プログラムの認証手続きとかしたわけじゃないですしね。たとえチケットがあったとしても、ここは制御室だしね。宿泊客が来る場所じゃないじゃん。警備ロボットの姿が見え始めた。数十、いや数百機以上いる。どうしよう、これからどうするの。お、落ち着いてスリカちゃん。ここは制御室だよ。身元を登録すれば多分大丈夫だから。問題はあやねちゃんが登録している間、あいつらからここを守り抜けるかってところだよね。ああ、もうここに来てからこんなんばっかやってらんないわよ先生。うん、一緒に止めようか。指揮は任せて。その前の段階で止めれたって先生。お前来るよ、戦いましょうか。はい、倒せたけど、うん、こんなんばっかやなマジで。死ぬかと思ったマジで。ギリギリでしたね。余裕そうやな、のノミも。あ、まあでもちょっと汗かいてるけど。あやねが早く入力してくれたからなんとかなったけど、ちょっとでも遅れたらもう止められなくなってたかも。あはは。おじさんもこれだけの数を相手にするの久々だったよ。したことがあるもんな。ありがとう先生、おかげで助かったよ。星野の戦闘力ね。気にしないで、みんなが頑張ってくれたおかげだよ。警備システムの身元登録も無事終わりましたし、ここからは安全に過ごせ。
あれ、何か足元に。え、ジャブジャブヘルメット弾。なんだ一体。急にロボットが攻撃を、ギャ。もう私お家に帰る、もうこれ以上は無理。なんかまあでもまあ結局よくはあるな、こんなところにもヘルメット弾の人が。まあまあいいんじゃない。これ防衛してくれたんならちょっといいな。うへうへってなんだ。リゾート防御システムはすごいね。いやそれでしまった。え、あ、戦闘から入んのか。お、第6話、真夏の夜の夢。うん、シェイクスピア。オタクはこういう知識だけあるからな。よいしょっと。ふう、これで全部運び終わりました。こっちも大体終わったわ。先生の方は。お、こっちも全部終わったよ。いただく腰が、うん、年やな。全然痛がってないじゃない。急にバーベキューパーティーだな。あ、へえ、そんなんすんねんや。まだ修理も終わってないのにこんなことをしている場合でしょうか。大丈夫だよ、あやねちゃん。私たちもちょっとは休まないとね。ずっと掃除ばっかしてたらバカンスの意味がないじゃん。せっかく海に来たんですから記念撮影もしましょう。遊ぶときはちゃんと遊ばないとですよ。先輩たち準備するのもバカンスのうちとかなんとか言ってなかったっけ。あはは、もう終わった話は忘れようよ。あと残ってるのってヘリの修理だけじゃん。その辺は明日やればいいしさ。準備はこれで終わりです。今からはバカンスの時間ですからね。ほう、ヘリ。そんな悔しがってんの。心配することないですよ、あやねちゃん。倉庫に部品もいっぱいありましたし、明日みんなでやれば大丈夫です。うん、修理に最低でも1日はかかるし、一気にやるなら今日じゃなくて明日からやった方がいい。それに暗いところでの整備は危ないからね。明日頑張るために今日はゆっくり羽を伸ばそう。うんうん、これは全部必要な休息なんですよ。のろみ先輩、しろこ先輩。そういえばあの変な奴ら、あれからずっと見ないわね。警備システムのおかげなのかしら。もしかしたら島の外に追い出されたのかも。あの時の警備ロボットだけでもかなりの数いましたし、向こうもなんか移動手段あるだろうし、それに乗って帰ったんじゃないかね。わざとではなかったんですが、ひどいことをしちゃったかもですね。最初に攻撃してきたのはあっちなんだし、気にすることないんじゃない。私たちは自分たちのリゾートを守っただけだし。ん、先生も守った。そうそう、先生も守たのは今関係ないでしょ。やっぱりツンデレは染みますね。ああ、もう荷物を運んだならシートを敷いて、私準備してくるから。はあ、あはは、じゃあ私もセリカちゃんを手伝いに行ってきますね。へえ、みんなでバーベキューいいな。うへ、青春だね。お、じゃあ私たちも始めようか。ほう、え、そうしゅ、そんな携帯あるんや、星野の。初めて見たわ。星野のこの髪型可愛いよな、こんもりおさげ系のノリノリやな。お、みんな楽しんでるわけやな。まあ今まで掃除ばっかしてたからな、ようやくリゾートらしい遊びをみんなでしようってことやな。あ、笑顔や。おじさんの笑顔が一番いいからな。うん、みんな笑顔や。イエーイ、いいね。あ、はいはいはい。わあ、おじさんのな、貧相だけどいいね。ちょっと言い方悪いな。あ、かわいい。お尻がね。お尻見るべきじゃなかったな。EX 使った。あー、夕方だって。いや、綺麗やな。おー、白子の。へえ。わ、白子意外とあるな。ちょっとあるという意識をせざるを得ない。え、白子の後ろくくり、ちょっと大人っぽくて。おー、バーベキュー。いいな。え、スチルあるな、めちゃくちゃ。望遠鏡か。これな、ののみのやつね。へえ。あ、
花火とかもして個人でやるには上がりすぎなぐらい花火が上がってるけど、いやーすごい量の花火買ったんかもな。ほう、いや、いいやん。たまにはね、こういうのしてもいいよな。笑顔や。お、楽しく時間を過ごしていたらいつの間にか夜になっていた。ちょっと星きれ。疲れて眠っている対策委員会の子たちを置いて夜の空気に当たりながら砂浜を散歩した。ほん。お、ここにいらっしゃったんですね、先生。あ、ワカモが。あ、違う、野々美か。今のワカモって言って振り返ってたら殺されてたかもしれんな。すごい顔されたかもしれへん。危ない。俺の声がリンクしてなくてよかった。じゃあ、野々美の登場ですよ。ちょっとお姿が見えないと思って何をされていたんですか？お、風に当たりに来たんだ。ここが一番涼しいからね。うん。そうなんですね。じゃあ私も。え、なにこれ。え、なんなんこの空間。おお、ののみ隣に。ののみこういうとこあるよね。私は意識してませんからって言ってこういうことをすんのよ。策略なんですわこれ。わ、近っ。ふふ、私も涼みに来たんです。で、隣は。ちょっと暑くて寝苦しかったですし、その顔やめてほしいな。他のみんなはクタクタになってぐっすり寝てますよ。シロコちゃんもセリカちゃんもアヤネちゃんも。そして、お、ののみ、どうしたの？え？いえ、大したことじゃないんです。え、星野は寝てないの？星野はぐっすりじゃないんかも。あ、ただ、こんな風にいろんなことを忘れて遊べたのは初めてだなって。私たちはいつも学校のことで頭がいっぱいだったから。たまにはこうやって何も考えないではしゃぐのもいいものですね。おお、星野。帰ったらまた、学校の問題と向き合わなきゃいけないけど、こういう休暇も大事だよね。あれ、星野先輩。ほん。星野も起きてたんやな。どんな面白い話をしているのかな、二人っきりで。あれ、さっきまで先輩、クジラを枕にしてお休みになってませんでしたか？そそ、んで、今起きたの。えへ、私も暑くて目が覚めたってとこかな。あはは、先輩でも寝苦しい時があるんですね。ほう。いい雰囲気だね、おじさん。こういうの嫌いじゃないよ。久しぶりにのんびりできたよ。先輩はいつものんびりしてますよ。墜落するヘリの中でも眠れるくらい。ののみちゃん、いつもよりちょっとツッコミが強くない？なになに、他の子がいないからツッコミが強くなってるのか、それとも夏の海だからなのか、おじさんびっくりしちゃった。まあ、ののみと星野って結構最初の時から一緒にいて、後から白子合流みたいな感じやったから、このちょっと長いから仲良くて、こうツッコミがね、仲いいからこそ強くなるっていうか、そんな感じなんかな。うん、とりあえずは夏の海のせいってことで。うむ、悲しいね。うちの繊細で可愛い後輩たちがどうしてこんな風に育っちゃったのか。うふふ、繊細で可愛いのはお互い様じゃないですか。バーベキューパーティーの時もいつもと違って先輩はいろいろ手伝ってくれましたしね。ほう。夏の海って怖いね、ののみちゃん。まあおじさんがテキパキ手伝ってるのは珍しいかもだけどさ、雰囲気の影響なのかな。ああ、もしかしたらバーベキューセットの影響もあるかも。ほう。もともとはアビドス砂祭りで使うために買ったものだったからね。ああ、なるほどね。その先輩とのあれか。先輩。ほら。ののみちゃんにそんな顔させちゃうからこういう話はしないんだよ。まあ、星野とののみはいろいろ知ってんのか。しろこちゃんもあやねちゃんもセリカちゃんも同じ。うちの可愛い後輩たちに余計な悩みを増やしたくないんだ。今でも十分頑張ってくれてるからね。でも今は言いましたよね。そりゃ今だから、真夏の夜の海だからさ。
だからののみちゃんもその顔はここだけにして忘れようね。約束だぞ。はい、わかりました。約束です。うん。せっかくですし、もう少し続けましょう。ここだけの話ですから。え、続けるの？おじさん、そろそろ限界だよ。もうやめちゃダメ。ダメです。次にいつこういう機会があるかわからないでしょ。ね、先生。そうだね。まあ、真夏の夜の海だからね。うへー、先生まで。おじさんの味方はいないの？ほう。へー。なんかやっぱアビドスもね、なかなか解決してないことあるもんな。その後、二人と夜中まで会話をして、そのまま眠った。ほーん。いやー、なんかあるなー、やっぱ。お、第7話、飛来する浮き輪。はい。まあ、日が明けて、うん、いつの間にか日が昇り朝になっていた。今日はヘリを直すっていう日やもんな。横になっていた地面がだんだん熱を持ってきて目が覚めた。お、先生起きた？もうすぐお昼だよ。お寝坊さんだね。昨日遅く寝たからかな。それとも休みの日はいつもこう。お、ポシロ、他のみんなは？ん、みんなヘリを直しに行ったんだ。結構手間がかかる作業だからさ。ああ、私。おじさんは先生を守るという重大な任務を任されたのさ。警備システムは稼働してるけど念のためにね。動きたくないからじゃないよ。さて、先生も起きたし。次は私が寝る番だね。お、重大な任務は、そう言うと思ってたよ。あはは、役割交代ってことだよ。先生が寝てる間は私が見張ってたからね。今度は先生の番。おじさんは今からちょっと一眠りするからさ。え、もう少ししたらみんなのとこに行くってことでどうかな。その前にみんなが来そうな時は先に起こしてね。約束だよ先生。のんびりしてんだ。まあ、これおもろいな。このサングラス。Z が。おやすみ星野。うん、いいタイミングで起こすね。うんうん、ふにゃ。早いな。それからしばらくぼーっと海を眺めながらバカンスを満喫し、お昼が近づいてきた。うん。みんな来るんかな。あ、星野にそっと声をかける。そろそろ起きる時間だよ星野。うわ、結婚した時みたい。うん、先生、あと5分、あと5分だけ。星野起き。え、警報が。何の警報よ。あ、リゾート警備システムの活性化、地域内に許可されていない武装船舶の動きを感知しました。お客様は速やかに屋内に避難してください。繰り返します。速やかに屋内に避難してください。うん、初めて聞くアラームだね。リゾート防御システム稼働、訪問を開放します。へえ。うん。何の音？先生、これどういう状況？島のあちこちから大砲とか機関銃が飛び出してるんだけど、何かが攻め込んできたみたい。そう、家使って若者が来るって言ってたけど、攻め込んで一体何が？若者がついに来んのかな？ははは、ボーンって。やっぱ良くないなぁ。あ、システムメッセージ。警告、リゾート管轄地域が攻撃されています。うん。迎撃を始めます。すげえな。え、うん。先生、あれ見える？あの辺に。浮き輪にしてはちょっと大きい。こっちに向かってない？あれ、いや、あいつは。ああ、やっとお会いできました。そこにいらっしゃったのですね、先生。この若者があなた様をお迎えに上がりました。今しばらくの辛抱ですよ。すごいな。若者のそのパワーすごいな。ああ。わお。どんなんできたんよ。え、もう完全に星の VS。あ、違うわ。あそこです。あの海辺、みんな来てくれた。
危ない。でも一体何でも戦えそうやけど。はっ。あ、あれは一体どういう状況なんですか？どうしてホバークラフトを？多分あれが向こうの全兵力みたいだね。なんだかしばらく見ないなって思ったら。何してんのよ、早く行かなきゃ。あのままじゃリゾート防御システムも長く持たないわよ。ようやくシロコとワカモが会うな。また2回目の、もう崩れ始めている。それにあまりにも、戦力差が。だから早く行かないと。このまま見てるだけのつもり？そんなことは。あんな大型の機械を相手にするんです。行くならしっかり準備しないと。ほう。あやねが大型の機械。あやね、そういえば大型の機械ならこちらにもあります。まだ完全に治ったとは言えないです。ヘリで行く。少なくとも試してみる価値はあると思います。あやね、試すって何を？なるほど。そういえば私たちほとんど修理終わってましたよね。なるほど、ヘリで行ったら近いよってことか。うん、いい判断。うんうん、あやねちゃんが朝早くから修理してくれてたおかげでもうほとんど終わってますし、これなら追いつくことも簡単です。ちょうど格納庫には使える武器も多かったですし。ほう、修理ついでにちょっとだけ手を加えてみましょうか。それヘリから攻撃するんや。へえ、なるほどね。第8話、重機には重機で。はい、殴り込みヘリで来てくれるわけやな。はは、あいつら本当にすごいね。根性だけはある。星野も強すぎるけどな。バカンスゆっくり休みたかったのにな。星野大丈夫？怪我とかしてない？え、心配してくれてるの先生。でも心配しないでいいよ、まだ全然余裕。それに、お、気づいたんかな、ヘリ。あ、うふふ、やっとお救いできますね先生。今しばらくの辛抱です。私もこの状況とても辛く苦しいのですが、すぐあの獰猛な狐たちから助けて差し上げますので。優しい先生を誘惑し利用するなんて絶対許されることではありません。この若者が直接彼女たちを教育し直して差し上げます。若者なこのスタイルもちょっと良くないけどね。あんな状態だからね。そう、グーってなってるもんな。仕方ないな、ここはおじさんがもうちょっとだけ頑張っちゃおうかな。ん？何？ああ、おじさんが余裕な理由。うん、別に一人で戦わなきゃいけないわけじゃないからね。前の私だったらそうは思わなかったかもしれないけど、今みんなが来てくれるって信じてるからさ。なるほどね。もうそろそろかな。ほん。おお、ヘリの音が来てくれたね。じゃーん、お待たせしました。ふふ。ほらね。お、うん、星野の言う通りだね。ほう、スチルとか出てくる。あ、間に合ってよかったです。援護します。あーもうまた来て、何回邪魔すれば気が済むのよ。ターゲット設定いくよ。ヘリの上から。うんうん、お仕置きの時間ですよ。何の音これ？前弾発射。ヘリ内部ガチガチやったな。え、終わった終わったけど。さあ、第9話、リゾート使用権の真実な。あのまま終わって、戦闘が終わって新しい話っていうか、これが最終話なんですが、解決してそうやな。うん、もうこれ以上は無理だ。攻めてきたけど、若ももろとも、あ、退治したわけやな。うん、さあもう終わりよ。おとなしく降伏しなさい。降伏するなら私たちはこれ以上戦うつもりはありません。そんなありえないわよ。たった6人相手になんで。今までリゾート狩りで連勝してきたうちらジャブジャブヘルメット団が負けるなんて。連勝、リゾート狩り、またなんか変な話が出てきたね。ほう。ていうか、そのリゾート圏の真実がわかんのか。若もと対峙してますが。何話すね。若も。
あ、申し訳ありません、あなた様。私が至らないばかりに。ですが、この若も絶対に諦めません。必ずあなた様を。私にお時間をください。今度こそ必ず。若も、それは誤解だよ。私は大丈夫だよ、若も。っていうか、俺の話すら聞いてなかったもんな、今まで。え?若も、かわいい。なんか、水着ガチャの時にチラって見てんな。若も可愛いよな。なんか顔のタイプとさ、ムチムチ感違うくね?なんかそのギャップさ、せこいよな。なんか可愛い顔ムチムチって、両頭どころの騒ぎじゃないみたいなね。三頭ぐらいあるもんな。誤解とはどういう?若もに近づく若もの頭を撫で。どの場でやってる?こいつ。欲望のままに撫でます。うわ、やるんや。はっ、先生。はははは、水着姿かわいい。お前、若者の気持ちはちゃんと受け取ったから、水着姿褒めようか。なんか生徒のエッチすぎる水着って反応できひんけどな、先生って。どうすんのこれ。あまりにもエッチな水着着てたらさ、俺もタジタジなんねんけど。かわいいよ。お、ハテナが。あら。なんなんその顔。あら?し。はははは、かわいいな。失礼いたしました。デレて、あ、かわいいな。結局なんだったんだ。セリカ見てたん俺の。俺のなでなで見てた。横目で。てか、どんな場でやってんねん。いや、うちは認めない。絶対に認めないからね。これで諦めると思わないでよね。他の島を攻略した暁には絶対にこの島も手に入れてやるんだから。うちは必ずこのリゾート群島を統一して、ここの支配者になってやるんだから。いやいやいや、ちょっと待ってよ。認めないって何を。私たちはリゾート圏が当たってここに来たのですが、リゾート群島とはリゾートの統一とかなんとか、あんたたち一体何の話をしてるの。ゲー、マジか。あんたらリゾートハンターじゃないの。こんなんにうちら負けたの、マジありえないんだけど。まあいいよ、もう何も知らないみたいだし、教えてあげる。あんたらがリゾート狩りをするつもりがなくても、うちらみたいなのには襲われ続けるわよ。この群島にいるやつらは全員敵ってわけ。リゾート狩り、群島、それはどういう。ちょっと人の話を聞きなさいよね。私らにはちゃんとここのリゾート使用権があるのよ。リゾート使用権ならうちも持ってるわよ。ああ、そうなんや。ほら、これでしょ。なるほどね。全員持ってるから。これは一体。何これ?私らと同じもの。あんたら何かの景品に当たってここに来たんじゃない?うん。どうしてそれを。ここにいる連中は皆、同じように何らかの手段でこれを手に入れたから群島にやってきたんだよ。このリゾートを使用する権利を持った奴らはうちら以外にも。この群島全体に5万といるのよ。最悪やな。っていうか、騙されてるな、じゃあ。すごいな、でも。こんな、あれなんや。温泉もありゃ、な、中華系もあり、こういうな、島もあると。すげえな。温泉開発部やん。うん。シルエットだけで。な、海洋学校の。へぇ。ほんで、あれか。っていうか、あれか。別にその学校じゃないけど、マジでいろいろいるって感じなんかな。それって本当なの?ちょっと、契約書どこ?ここにあります。あの方の言う通り、下の約款のところにびっしりと書かれています。本契約書の当選者以下、契約者は、ロストパラダイスリゾートの使用権限を得る。上記の使用権限とは、リゾート内すべての土地、物品及び設備すべてに対する権限と、それによって生み出されたすべての収益と資源を所有できるものとして。まさか使用権ってそういう意味だったの。やっと理解しました。これは明白な独創条項ですね。いわゆる自身が不利益な条項のことです。一見すると島それぞれを契約したように書いてあるから公平な取引に見えますが、契約の指すロストパラダイスリゾートはこの群島全体、つまりみんな同じ権利を持っているわけです。
契約書にある地図の場所がいくつかの島に分かれているから、最初はそれに気づかないだけで、でも少しずつ契約の穴を理解した人たちが他の軍島を攻撃し始めている、そういうことですね。そういうことだから今うちらがリゾート狩りをしてるわけ。あんたたちもそろそろ分かってきたんじゃない？はい、お互いにそれぞれの島を自分のものだと主張して戦っている状況なんですね。皆さん、ここは危険です。この契約書もこの島も深入りしない方がいい。私たちもこれ以上巻き込まれる前に早くアビドスに帰った方が。まあ確かにね。隙あり。おい、悪っ。ゲホゲホ、う、煙幕弾、こんなものまでまだ隠していたなんて。これで終わりだと思わないでよね。次に会った時は今みたいにやられないんだから。いつまで寝てんのよ。一旦退却すればよ。ほら、総員退却。あ、退却。ホバークラフトへ退却。おー。っていうか、若者はここにいたってことやもんな。な、ほんまに利用権持ってるんかもしれんけど。へー。あら、行ってしまいましたね。うへー。世話しないね、本当に。おう、徹底的にやるつもりこれ。逃げたなら逃げたでほっとくわけでもなく、その相手を徹底的に許さんぞで追ってる。お、今日は本当にいろんなことがありまして、そう、退治して終わってる。せっかく一等が当たったって喜んでたのに、めちゃくちゃなことばっか。もういや、セリカ、ただより高いものはない。まあ確かにな、セリカはやっぱ騙されるんやな。そういうシロコ先輩だって喜んで水着用意してたじゃん。それはそれ、これはこれ。でもまあなんとか帰れそうで、よかったよかった。先生もわざわざ時間を割いていただいたのにこんなことになってしまって。うへー、ここに来てからもいろいろあったし、先生あんま休めなかったんじゃない？うん、私は大丈夫。大丈夫ですか？みんなで楽しく過ごせたからいいバカンスだったよ。おー、ふ、それならよかったです。お、みんなはこの夏楽しかった？急に何よ。セリカちゃん恥ずかしがってる、かわいいね。う、星野先輩まで。ん、あえて言うなら当然。はい、とっても楽しかったですよ。よかった。いろいろあったけど、みんなと先生と一緒に過ごせましたから。ん、セリカはどう？わ、私、そりゃ、当然だった、楽しいか。かぶせんなよ。うん、じゃあ私はそろそろ帰るね。そっか、残念だけど先生忙しいもんね。まあでもセリカも楽しかったってことやな。それでしたら早めに動かないと、ヘリでお送りできなくなっちゃいます。私たちは片付けがあるから明日まで残る予定。あ、そうなんや。ねえ、私の返事まだ終わってないんだけど。セリカちゃん、その続きは今度帰ってからゆっくり伝えてもいいんですよ。ああ、もう、じゃあ、これで終わり。終わりだから。まあ、楽しんでるね。うん、じゃあ、先に帰るね。先生、どう帰る？あ、あやねが送ってくれるんか。はい、それでは、先生をシャーレまで送っていきますね。泳いで帰るんかと思った。いってらっしゃい。いや、よかったけどな。お、先生、短い間でしたがリフレッシュできたでしょうか？十分だよ。元気もフル充電できたんじゃないかな。だといいですね。さてと、おじさんたちはリゾートに戻って荷物をまとめますか？は、帰ったら早くバイト入らなきゃ。お休みもあとちょっとだし。お、リゾート使用券が。あれ、野々井先輩、もうそれは必要ないんじゃない？ふふ、記念に持って帰ろうかなと思いまして。よいしょ。ほう、あら、のみちゃんどうしたの？このちょうど端っこの方にリゾート使用権の最終権利者の名前を見つけまして。え、最終権利者、さっき見落としてたの？最終権利者ってことは今回の騒動を起こした主犯。リゾート狩りが起こるように穴だらけのリゾート使用権をばらまいた張本人ってことよね。一体誰なの？ちょっとそれ見せて。はい、どうぞ、星野先輩。ふむふむ、ロストパラダイス、リゾート投資及び運営総括。ほん。うん？え？
アビダスリゾート復旧対策委員会編。あ、これで綾音の可愛いね。どうでしょうか。可愛い。こういう格好は少し恥ずかしいですね。綾音の水着ほんまあかんな。犯罪です。で後半に続くっていう感じなんや。はいはいはい。なるほどね。この次がなんか一緒に来た出張桃宿海の家フランチャイズ計画、これに続くらしいな。はいはいはい、ほんまに続きって感じやな。いやーよかったな。なんかアビドスのね、普段がね忙しそうやからちょっとリゾートで楽しむっていう。でもやっぱな、水着はいいもんですな。この結局オタクは水着に弱いですから、そのガチャなんて回すもんですからね。みんなの水着姿が見れてよかったけど、俺はやっぱまあののみで若もとかもね、もちろんでかくていい。あやねなー、よくない。あやねがよくない。もちろん全員可愛かったで、そう全員のね性格に合ったいい水着やったんやけど、あやねだけはダメ。あれは許されないです。絶対に許さないと誓いながら終わりたいと思います。ということでアビドスリゾート復旧対策委員会、これにて終了したいと思います。ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。お疲れ様でした。